こう言ってくれて。さあ、次は勇者か。さっき嫌い取った勇者やけど、勇者も使えると。さあ、どういうコンボ見せてくれるんや。すごい、なんか見どころエグいぞ、これ。それは知らない。待って。皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ、期間空いてしまいましたが、みんなの投稿シリーズやっていくということで、今回探していくのは、前々からね、募集していたラリホンというね、僕の名前をつけて、見てほしいやつをちょっとね、送ってくれというか、なんかちょっと投稿してくれみたいな感じで、まあ募集して、まあ嬉しいことに結構ね、いっぱい、まあ、ラリホンさん見てとかいっぱいあるんで、ちょっとね、まあちょっと気になる感じのやつ、ちょっと見てくださいとかいうやつ、ちょっとね、あんまり、見やん気がするな。なんかもうちょっとタイトルで決めちゃうとか、タイトルとか、まあ、キャラクターとか時間とかで決めちゃいそうですが、ちょっとまあ見ていきます。さあ、こちらラリホンさんに送る即死コンボ&チンチンプレイ。それって自滅とかってこと？どういうこと？何チンチンプレイって。新しいワード出ましたけど、これね、チンプレイダブルやとどうなるんや。さあ、まあ、即死コンボとチンプレイ集、チンチンプレイ集ね、チンチンプレイやからどうなるこれ。さ、掴んで、あ、うおうおうお、え、あ、すげえやん。すげえやん。びっくりした、そんなんある、終わり、あ、違う、あ、あるあるんや、びっくりした。終わったかと思った。さあさあさあ、うまいうまいうまい。え、さっきの普通にやべえ、すんばらしい。またかい。え、それおはこなの、この人の、この人のおはこか。すごい。さあ、キャラ変わりましたね。さすがに3回連続一緒にやってきたらもうカッティングしていたけど。さあ、これはドンキーか。メテオ、もう一回いく、うまい、お、分かっとるやん、うん、もう一回行ってほしかった、ありがとう言ってくれて。さあ、次は勇者か。さっきやられとった勇者やけど、勇者も使えると。さあ、どういうコンボ見せてくれるんや。すごい、なんか見どころエグいぞこれ。それは知らない。ええ、待って、今何パーやった。ゼロパー。え、嘘、101溜まってんだけど。なあ、びっくりした。クッパー、あー、泣きそう、泣きそう、ちょ、それは泣きそう。さあ、今掴んでた、今の、またか、お前。ちょ、これはちょっと、さすがにそれはチンチンプレー。さあ、ガノン使っていく。さあ、いけいけいけ。ガノンも使えると、なかなかいっぱい使える。おいおいおい、今のは何や、肩で語ってるよ、今。背中で語る魔人剣やったんやけど、うまっ。あ、ピッチあれ当たるんだね。ちょ、これは参考にしますね、ありがとうございます。ロイ君も使える。何、すごいすごいすごい、マジ、なんかいろんなキャラおるってすごい見どころあるね。さあ、今の踏めなかったか。これはこれはどうする、どう決める、どう決めるんだ、どう決めるんだ。メテオかナイス、いいね、めっちゃ流れ取ってましたね。今の即死コンボじゃないから、チンチンプレイシューに入るかな。だって、いや、今、何今の、即死コンボとチンチンプレイシューやから、もう即死コンボじゃなかったら、それはもうチンチンプレイということで、いきましょう。あー、これはチンチンに当たってるから、チンチンプレイ。さあ、これは、あ、マック使っていく。マックも使えるんだ。何でも使うじゃん。なんか分かった。すげえ、すげえけどな。分かったけど、見てみるとすごい見どころあるね。さあ、ビオも使う。さあ、これサムネになってたから、ちょ、この試合が目玉なんかな。即死コンボを見せてくれよ。さあ、からの、おお、 OKOKOK。 なあ、そっち。そっちか。そしてこれはチンジプレイか。さあ、まあ、ベを期待したのに、まあそれはありでしょう。まあそれはそれでありでしょう。さあ、クチェーヌ、あー、やめてあげてー、当たるやつー。さ、カービィなんか基本的にね、コピーした技、本家より強くなるからね、強いな。終わりか、これで。いやー、よかったね、これ。え、普通に良きです。ラリホンさん、エンジョイ熱の好プレイ集ということで、エンジョイ勢の好プレイ集かな。ちょっと見ていこう。はい。サムネ、怖っ。サムネちゃうか。うわー、え、ドジ、あ、ドジだよ。片方にストックやったわ。さあ、ガノンダブルということで。受け取っていく。え、面白いな、これ。なかなかエンジョイじゃないけど、これ。もうパッと見ガチじゃん。プレイの質はガチやけど、まあ、エンジョイな雰囲気。割っていく。さあ、魔人剣を決めていきない。これは生きり魔人剣をぶっ刺していくと。
ね、生きてる魔人剣採用する感じ。さあこれはどうなるのこれ。うわーかわいそう。もうチームやもんねこれ。チームコープレー最後尾ディエ。はい、うわ普通に普通に、まあ、繋げてきましたねバーストまで。さあこれはどうなってる。ガノンやね多分主人公はガノンや。結構多分ダブル魔人剣分かってた。さすが魔人剣マスター分かってる。もう分かるんですよ打った瞬間ね。もうこれは何って。あこれは分からんけどガノンがおったら分かる。うまい。うおダブルバーストマジかい。すげえ見どころすげえ。何うちのリスナー分かってんな動画というものをまあ俺が何を語るって話だけど、すごいすごい見どころがある、見どころがあるよこれは。今日切りあそういう感じな。踏んで溜まったら溜まる前に殺すすげえちょっと斜めできましたね。さあなんかところどころかっこいい写真が入りますけど、かっこいいね。あキャラクターってことか。こっからこのキャラだよって意味か。なるほどね。うまいうまいな。ゲームはゲーム教育なんですけどね。さあ痛そう痛そう。ほい上。うわーうまーい。かっこいい。それかっこいいわー。うわー。おクッパークッパーやられアクセスがあるよこれ。さあ受け身せいクッパー。さあルフレかな。ルフレか。へえチームで上スマッシュ。あーこれはもうリミットか。どうなんや。ミスってますやんミスってますやんミスったけどとどめをさせてると。さあこれはあルフレやね。ルフレやもんな。うわートロンを使いこなしていく。あれあれって後ろの方置いたらもうほぼ確定か。へえすげえ。あありがとうございます。かわいい写真ありがとうございますね。もうあのピチューピカチュウで今日は行きますね。さあ危ない危ない危ない。ドンキーお前はすごいドンキー式ダチということで。あ、これダイナスト？あれ？チームか。投げて？踏んで？あ、ジャック、うわうわアドリブコンボっぽいけどかっこいいこれ。さあパルコンボ使っていくと。よっきょ？えぇ、ー、久しぶり？いったなナイスうまい FP！ さあこれは？誰やこれ。あ、チームコンボね。うわー同じ感じっていうのがなんか、ミスっているミスっていくお、わうまいいった。もう一回いくこれ。あ、死ぬんやあれ。へぇーうまい。あ、そっか。お顔が入ってるもんね。それは死ぬか。なかなか分かってる。また決めていく。多分これさっきの試合で一緒やろこれ。2回決めるんかいこれ。次はベレス先生も入れたい。あ、今回なんやな。ということで、ま、次回、期待します。はい、こちら、ラリホンさん見てください。見ちゃう。見ちゃう。何なんかな。すごい気になるなこれなんですか。なんでしょうか。見ちゃいますよ。初手デススタップか。今のすごいな。多分ガノンだろうなこれはね。さあ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 ステップ踏んでいるか。さあ衝撃波でことなきを得ますが、さあこれ掴みたいね。あ 65% これも下投げくるこれ。ナイス決めていく。あいいね。あ早期バーストできるとやっぱ気持ちがいいですね。当たっていく自分から。さあこれどうする。あーお手玉きついんだよなこれね。これ空母増えたからね。あもう降ったら横スマッシュで死んでるかな。死にはせんがね。マジンケンかなこれ。違った。うまいうまいうまい。何リドリーの復帰も完全攻略もしかして。すげえ俺の予想はもうこれもう3ストック目もメテオで行くと思うんやけど、斜め上行ってほしいな。やっぱりわしの予想は超えてほしいな。あこれは事故っていくとまあしゃあないかな、まあ、ビビるもんなそこね。まあなんなら掴めたらあれって感じだもんね。さあそこどうするかな。横見せてくるんじゃない相手も。してこんかな。なかなかねこれはリドリーきついよね。あでも、まあ、まあコンボうまいことつなげてね、阻止すればリドリーも勝機はあるが。さあ横見つかってうまい。あ今空中上か。難しいんだよね下京カードで。あメテオやこれ。うまいあまあでも予想通り。ラリホンさんへ、いつも応援してます。で、サムネも見てくれてありがとうございます。って、もう見やなあかんやつや。ありがとうね、応援。あ、これか。これか、これ一回生放送で見たんやけど、これ俺のエンディングをね、オマージュっていうのこれは。リスペクトして、まあ、真似したっていう、パックリじゃないんだよね。かな？これ、すごいんだよね。この屈伸のリズム感のなさも若干ね、あのうまくやってくれて、でこのここよここ普通にうまいけど、あの指摘していいか。実は最後ね魔人剣当てる瞬間ね
シャチホコリドリーが突っ込んでくるんですよ。これ俺の小ネタ。ラリホン様ドンキーミセプ、ドンキーミセプ、ドンキーミセプ、ちょっとね、俺の期待の斜め上を行くプレイをね、期待しますよ。何それみたいな、そういう感じのわけわからんミセプをちょっと期待しますよ。さあ、フレンド戦かな、これは分からんけど、友達だったからアピールアイテムでね。さあお願いします。さあそのマリオドンキーザーソワギョはね、どうなんかな。でも阻止できればね、マリオもあのマリオ横フッキーがどうやるからね、あの投げてもまあ返ってこれなくはないか。さあ、おお、その場そこジャンプして下ビーってなかなかかっこいい、ファンキー。さあ空母当たんないね。ガノンもあるからすごい分かる、その気持ち。当たんないんだよな、あれ。なんか何なんてなるよな、あれね。ガノンの場合なんかもう地面殴るもんでさ、わけわからん。あれ当たるガノンと一緒やん、マジで。もう当たるわけがないやつが当たるっていうね。なんかガノンと一緒やな、ロッキーって。ロッキーってガノンなんかもしれんね。さあ残り1ストック。さあこのストックで見せプレイを見せとくと思うんやけど、俺はちょっとこのプレイまでの間にマリオにバーストされる気がするんですけど、どうかな。ほかほかあった方がね、プレイしやすいですからね。さあ、うわ、普通にかっこよかった。はい、今回はここまでということで、まあ、いっぱいあるんで動画作れるんですが、まああのね、まあ、こういう感じでラリホーンっていうキーワードを入れてくれれば、まあ、こういう感じで検索引っかかるんで、まあ、見てほしいプレイとか、まあ、こうプレイ集とか即時コンボとかね、よろしければね、あの、まあ、投稿してください。まあ、皆さんが投稿していただく限り、まあ、僕のこのシリーズ終わんないんでということで、あとは配信とかでも、まあネタに困ったらこのラリホンっていうキーワードを使うと思うんで、まあね、ぜひぜひね、バンバン投稿してくれれば、まあ、更新されていくのでよろしくお願いします。ということでね、ご視聴ありがとうございました。